Today, I try to add English subtitles. Maybe I make mistake. おはよう。おはよう。はい、それでございます。飲んでいいでございます。ありがとうございます。はい、では失礼します。はい。はい、今日はトイック解き直しをやっていきます。頑張りましょう。すいません、ちょっと言うことなかった。あのね、トイック、今月じゃなくて4月の25日なので頑張ります。簿記の勉強結構楽しかったですね。はい、簿記の勉強すごく勉強になりました。大変。はいはいはい。ロイさん、ロイさん。この手。はい、またもやトイック解き直し、頑張ります。To ensure that we have an accurate count of attendees, please respond to。精読結構すごく大事なので、しっかり意味単語文法確認して音読していきます。はい、夕食です。これチキン南蛮僕大好きなんですよ。うまかったな。I like YouTube. I watch foreign YouTuber learning English. Yeah, yeah. あの Nas, do you know Nas Daily? He travel around the world, including Japan. Yeah, and short video, clear English, and subtitles.Learning different culture. So, do you know Nakata? Japanese people. yeah, comedian. Yeah, he introduced Nas Daily. Membership for 1 month. Bring this card to Hopper Gym and an attendant at the front desk will activate your membership. 寝る前の一作業ですね。トイックをやっていきます。またもやトイックです。This membership program is limited to first-time visitors. For the member, complete the information to purchase. But this is not unusual. You need to be careful in working with them. How about 2:30? おはようございます。7時から。あの英会話カフェ今日あったんですけど、ていうか英会話カフェね、結構普段から7時からやったりするんですけど、今日ねその おしゃべりする方が多分ね起きてないのかな。ホストが開始するまで待機しています。はい、ズームがね開かれておりませんので参加することもできません。まあこういうこともありますね、人間ですから。寝ちゃってるのかな多分。うん、だからね違うことに時間を当てたいと思います。今日も一日頑張りましょう。 Good morning, Roy. 迎えに来てくれましたね、朝に。はい、まだ眠そうですけど尻尾を振って歓迎してくれているロイさん、さすがです。可愛いですね。はい、動画編集中です、多分。これ何してるかちょっと俺も忘れちゃってよくわかんないです。はい、昼食はガーリックライスと豚汁、お母さんの作る料理。 Very goodThank you. はい、この日はねお出かけデーということで江ノ島に行きました。はい、ね、ウォシュレットのボタンバージョンちょっと珍しくて撮っちゃいました。はい、江ノ島到着、綺麗な海、綺麗な天気、いい天気、ごめんなさい、ね、最高ですね。僕江ノ島というか海が好き で昼食はここです。来ました、海沿いの木こり食堂。これ結構知ってる人もいると思いますが、ここ本当におすすめです。ここの外で海の見えるところでこんな感じでご飯が食べられるんですよ。
すごい天気も良くて、この日は最高でした。で、料理も美味しい。ほら見てください、この豪華さ、最高です。マジで行ってみてください。こんな感じのロケーションが楽しめます。ね、海の音ちょっと良くないですか。グッ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 。はい、海の方を堪能したということで鎌倉方面に移動しましたね。鶴岡八幡宮だっけ、多分来ました。ね、たまにはこうやってお出かけするのもいいですね。普段結構勉強してるので、しかも大学生の春休みですから、たまにはお出かけぐらいさせてください。この日最高でした。はい、マスクをかぶってるワンコ、でこの団子ね、結構有名なやつ多分食いました。でイカ焼き、これねめっちゃうまかった、大好き。でクレープ、このシナモンシュガーみたいなやつなんだけど、シンプルで最高。そして夕方のこの雲、なんかいい雲っすよねちょっとよくわかんないけど、あの鱗雲みたいな、最高の。なんか夕焼けいいですよね、江ノ島の方って。だから本当に最高でした。普段じゃないや、将来こういうところに住みたいですね。こういうところ朝散歩したい。おはようございます。今日は、朝からサムネイルを20分、30分くらいで作りました。これから英語をやりたいと思います。はい、サムネ作り終わったということで、トイックの勉強をしていきたいと思います。こんな感じで見ると、パート7かな？パート7はね、すごい苦手なので、何度も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 やってます。おいしいかーい。はい、簿記の勉強ね、結構面白かったので、今度はね、FP とかにも挑戦しようかなと思ってます。Hello. In Australia, it's hot. 34. Wow. 今日はね、夜にフットサル楽しみました。The reservation holder is the only authorized driver on this reservation. You may authorize a second driver with one of our representatives at no cost when you pick up your. 帰ってトイックの勉強です。ということで、今日もご視聴ありがとうございました。はい、じゃあ今日もご視聴ありがとうございました。そうですね、この動画を見て、少しでもね、刺激を受けたとか、英語学習を始める方が増えれば、僕はいいと思います。一緒に頑張りましょう。まあ、英語じゃなくても、何かに向かう、何か頑張るとか、何か挑戦してみるとか、そういうね、動画にできたら、すごく嬉しいです。で、次回はですね、おすすめの海外 YouTuber 紹介していきたいと思いますので、ぜひ、チャンネル登録、グッドボタン、お願いします。それではまた、バイバーイ。